縫い物をしていると、このように、玉結び目ができてしまって、糸がこんがらがってしまうことがあります。こういう時は、これは絹針ですけれども、絡まった時に私はこのように、針を2本使って結び目をほどくようにしています。これからちょっとこの針を使って、さっきの、結び目をほどいてみようと思います。まずは適当なこの結び目のところに、この針を差し込みます。このように差し込んで、結び目をほどいていきます。こういうように差し込んで、もう一本の針でまた別のところに針を差し込んで、この結び目をほどいていきます。この間にこの部分に輪っかができて、その中にどうも糸が入ってしまって、結び目玉になってるみたいなので、ここの輪になってるところに針先を突っ込みます。そしてもう一本の針をまた、近い同じようなところに、言い方難しいですけど、針先を突っ込んで輪を広げていきます。結び目を広げていきます。こうやって糸を引きながら、動くところを探していきます。そうするとこのように、輪っかになっているところから、そこに入り込んだ糸が抜けて、このように結び目がこのように結び目がほどけました。もう一箇所、この、縫い終わりの結び目のところもほどいてみようと思います。やはりこの輪っかのところに、結び目の輪っかの隙間のところに針を差し込みます。先ほど同様に結び目の輪っかの隙間のところに針先を差し込みます。このように針先を差し込みます。そしてもう一本の針で輪っかを広げていきます。
少し糸がばらけましたけれども、結び目をほどくことができました。だいたい針2本を使って、輪っかの隙間に交互に針を差し込んで、糸がこう割れるのを注意しながらこう広げていくと、なんとなくほどくことができると思います。先ほどは、玉結び、糸の結び目をほどきましたけども、今度は一番小さい結び目を作ってみようと思います。まず糸をこのように、輪っかを作り、この輪っかの中に糸の先っぽを一回だけ通します。このように一回だけ通して糸を引くと、このように小さな輪っかになります。そしてこのままだとこちら側ですね、こちら側にまだだいぶ糸が残っていますので、この輪っかを結び目を、右側にずらしていきます。これもやはり、針をこの輪っかの中に通して、でこのように移動をさせていきます。そしてギリギリになったところで針先を抜いて糸を引いて、この部分に小さく結び目、玉結びができました。一回からげただけですと、緩みやすいので、ここにピケを塗って、結び目が緩まないようにします。これがほつれ止め液のピケになります。これを先ほどの結び目のところにちょっと少しつけて、結び目が緩まないようにします。まずキャップを取ります。そして先ほどの結び目のところにピケをつけます。このように適量のピケを結び目のところにつけると、結び目が緩みにくく、ほどけにくくなります。